どうなんですか、その時のさんまさんの印象って。オチとかそういうのなく喋っても全部面白くしてくれたので、うん、なんか逆に安心してっていうのもありましたね。キャラクターのアプローチみたいなのが、すごい話をしてくださって、うん、あ、声優さんすごいみたいな感じになりました。野沢雅子さんですね。あ、雅子さん、はい、これも時効になるのかな、もう30年以上前の。